この度世界助けの偉大な足跡、中山正禅二代心柱の足跡という本を飯田照明氏が執筆され、洋読者から出版いたしました。飯田氏は天理大学の前身天理五月専門学校を卒業し、大阪大学で哲学を勉強し、そこを卒業してからアメリカのシカゴ大学、フランスのソルボンヌ大学に留学され、後は天理大学教授、天理図書館の館長を務められた方であります。その間、二代心柱様の海外殉教の随行員として4回務められ、また二代心柱様の海外からのお客様の通訳として身近でお仕えされた方であります。二代心柱様の伝記はまだ出版されておりませんので、少しでも多くの方にそのお姿を知っていただきたいと、今回の出版になったのであります。この本では我が国の著名な文化人、学識経験者、作家の方々などが二代心柱様の人柄について、その雄大さに、スケールの大きさについて幾度に語っておられます。また本教にとっては二代心柱様は原点学を確立され、教学の基礎を築いてくださいました。今私たちがおかげさまで親様の教えの根幹である御神楽歌はもちろん、お筆先、お指図を常に身近に拝することができるようになっているのであります。また第二次世界大戦に向かうあの時代には本教も存亡の危機にありました。他の教団が弾圧され解散を命じられる中、本教をも殲滅しようという動きのある中で、二代心柱様を真に全教信徒が一丸となってその道を通り抜けてくださった、その姿が描かれております。さらに天理大学、天理図書館、天理参考館に込められたおもしめし、それは一教団のレベルを超えた世界の文化文明を視野に入れてかかっておられるお姿が伺われます。また書籍の収集にあたっては専門家の協力を得られるとともに、ご自身が自ら海外に出向いて一冊一冊吟味しながら収集されるお姿がこの本には描かれております。また天理スポーツに込められたお心、特に柔道に対しては、日本いな世界の柔道界に残された巨大な足跡が詳しく記されています。教会長の皆さん方、また心ある要牧の方々は、ぜひ一読いただきたいと念願します。どうぞよろしくお願いいたします。